はいどうも、ご機嫌いかがでしょうか、黒帽子の辰夫でございます。さて今日はですね、先日ちょっと僕の楽器がねちょっと破損してしまいまして、で今日はねその破損した楽器をねちょっとね修理してみたいと思います。でね今日破損した楽器っていうのがねこちらなんですね。これ皆さんご存知ですかね、パンディーロっていうねブラジルのねタンバリンなんですけど、これよく見るとねここのジングルがねここないんですよ。なんでないかっていうと、ちょっとざっと見ると分かるかな、ほらここのところここがねちょっとね欠けちゃってね軸を取れちゃったんですよ。このパーツはねあるんですよ。じゃあ今日どこを直すかっていうと、欠けたねここの部分のね修復をねしたいと思います。何で埋めるかって言いますと、じゃじゃん、こちらです。木工パテかこの木工パテを割れた部分にちょっと塗りまして、でちょっと乾かしてからジングルを入れる前にやるか入れた後にこれ塗るかちょっと今悩みどころなんですけど、まあちょっとこれでちょっと補正してみたいと思います。では早速始めてみたいと思います。じゃあね始めてみましょうかね。まずはねこの、パンティロのね皮をね、分解しています。このキーを使ってね。はい、これで、フックが外れましたので、ベラリとこの感じで外れます。今は必要ないんで置いときます。よし。で、これで、外枠だけになりました。ここがね、剥がれちゃっててね、しかもね、ちょっとね、開きそうなんですよね。ここをね、ちょっとね、洗濯バサミか何かちょっと押さえながらもちょっと塗っていこうかなと思います。ちなみにこれ裏側なんですが、裏側もちょっとひび入ってんで、これもちょっと補充したいと思います。はい、だいぶ、形になりましたね。うん、まあこんな感じで こっち側もまあ穴埋め程度になりましたかね。これでねちょっとね乾かしてね、乾いた後にちょっと休みで少しずつこすりながら、でまた補充する部分はちょっと補充して、で引き続きちょっと形にしてできてみたいと思います。はい、だいぶ形になりましたね。うん、じゃあこれでねジングルの方をつけてみたいなと思います。はい、修復完了しました。ネジ穴もねずれることもなく、無事に入りました。はい、修復完了しました。
問題ないですね。よし。はい、ということでね、パンディーノの修復、無事に完了しました。外装もね、見ての通り目立った傷とかもないですから、上見たらここがなんか、あ、色が違うなっていうぐらいだから、でもそんなにも影響はないんだろうですし、まあ復帰できてよかったなってところですね。はい、とはいうものの、この楽器がまあそこまでちょっと怪我というか修理に至るまで来たってことは、そろそろまあ新しい楽器とかもね必要になってくる時期なのかなと思うんで、まあしばらくまだ使えますけど、まあ新たにこれを機に新しいメインのパンディーロをねもう一つぐらい買っといて、この子は何だろうな、レッスン用で使えれればなと思っております。さあ、今後もですね、ドラムに関する動画、パーカッションに関する動画、上げていきますので、よろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。またね、 LINE アットの方でもね、レッスンだったりとか演奏情報とかをね、上げておりますので、よかったらぜひ登録してご覧になってみてください。本日は以上です。ありがとうございました。